皆さんこんにちは、看護師のしきです。今日はカラボチャンネルのお二人に来ていただきました。はい、カラボチャンネルのあさととあらずです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。理学療法士さんの YouTuber ということで、はい、普段どういうことを配信されてるかお話聞いてもいいですか。はい、はい、普段はですね、主に健康情報を配信しております。おー。であとは、まあ、たまにこうリハビリあるあるとか、うん、まあ、こう病院あるあるとか、うん、介護職あるあるとか、まあ、ちょっとこうコントを交えながら、はい、いろんなジャンルに挑戦してます。本当にいろんなジャンルですよね。はい、もう役に立つし、あと面白いなっていうのもたくさんあるので、ぜひ見てくださいね。お願いします。概要欄にチャンネルの URL 載っけておきました。今日はですね、理学療法士さんということで、普段理学療法士さんってどういうことしているのかなとか、ナースとどういう連携するのかなとか、私のイメージなんですけど、理学療法士さんってモテるイメージがすごいあって、そのお話も聞いていきたいかなって思ってます。はい、話せるかな。話しましょう。話させていただきましょう。はい、じゃあ理学療法士さんって具体的にどういうお仕事になるんですか。はい、理学療法士はですね、僕は病院で勤めてたことはあるんですけど、はい、その入院してきた方、脳梗塞とか、まあ、いろんな病気に入院してきた方がまたお家に戻るまでだったりとかのリハビリを一緒にさせていただくって仕事ですね。リハビリ室には PT さんがいてっていうイメージですもんね。そうですね。すごいずっと気になってたんですけど、はい、患者さん理学療法士にも先生って呼ぶじゃないですか、はいはいはい、でドクターのことも先生って言うじゃないですか、はい、でナースだと先生ってドクターなんですよ、はいはい、で患者さんも先生っていうのは何なんだろう、ね、あれ言わせてるわけじゃない。いや、なんか知り合いのなんかもう先生先生って言われて、僕たちも逆になんか僕たちからしても、うん、なんか先生ではないので、うん、なんか鈴木って呼んでくださいみたいな、うん、先生じゃないですよみたいな。ただお医者さんがあとはリハビリの先生に教わってねみたいな感じで流して、はい、ね、あ、それ確かに言いますね。だからそこから多分先生になってるんでしょうね。うん、確かによく先生の話してて、私はその主治医の先生なんだと思って話聞いて、はい、あれよくこれ聞いてると PT さんだなとかって、そっか、確かに先生言いますもんね、うんうん、なるほど、一つ謎が解けました。よかったです、よかったです。理学療法士さんって看護師とやっぱり連携とか取ることあるじゃないですか、はい、今までそういうご経験とか思い出とかありますか。うん、僕は病院勤務をしたことがないんです。あ、そうなんですね。はい、ただ実習で看護師さんに情報を集めてきていると、はい、バイザーの先生から言われた時に何回かこう声をかけさせていただいたんですけど、はい、なんかやっぱ怖いんですよ。わかるわかる。なんかね、誰々さん、何までの誰々さん、ちょっと情報聞きたいんですけど、はい、いいですかとか言うと、なんかこうカルテかけないですよ。みたいな。そうなんだよね。すいませんみたいな。なんか怖いイメージがありましたね。ああ、そうなんですね。声かけるタイミングとかやったら、そうこの人は優しいけどこの人は怖い。夜勤明けの看護師さんは絶対声かけちゃダメ。ダメ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 。あるあるだ。あるあるですね。もう聞いてきてって言われて、なんかもう5分ぐらい廊下でうろうろして、どの人に聞いたらいいのかなみたいな。ちょっとなんか様子伺っちゃう。なんかみんながみんな怖い人じゃないんですけど、こう記憶に残るというか、ああ怖いかもって思う人もやっぱりいるのは事実。そうですね。本当にね。ただやっぱ連携を取らないことにはね、その患者さんが不利益を被ってしまうので、まあ、そこからその普段の病棟での様子とか聞いて、例えばですけどリハビリの時間に、いや私全然歩けないんだよとか言ってる方も、看護師さんから行くと、一人でトイレ行って転倒しそうになったりとか見るんですよとか聞くので。あ、なるほど。はい、やっぱそのリハビリの場面と病棟の過ごし方って違うんだなっていうのはすごい思います。確かにそうですね、はい、やっぱり患者さんってなかなかこう動かなきゃいけないけどっていう気持ち的に難しいっていう時に、うん、いやでもリハビリの記録見るとあれこのくらい動けてるとかありますね。はい、あ、確かに病棟の患者さんの様子となんとリハビリの時違いますもんね。違いますね。こう連携って大事なんだなと思って。看護師さんの知識って本当すごいですよね。そうですか。本当に僕デイサービスとかで、
あのリハビリしてたんですけど、やっぱ心疾患ある方とかって急遽倒れたりとかするときにもう僕らあわあわするんですけど、はい、その看護師さんがこう駆けつけてくれて、はい、全部なんかこう処置してるのを見て、もうあそんなとこまでわかるんですかみたいなぐらい、本当になんか尊敬しますね。あ本当ですか、うん、すごいなと思いましたね。ありがとうございます、うん。私は理学療法士さんがすごいなって思うのは、こうどこまで体が動かせるのかなとか、その判断がすごいと思ってて、私たちはその理学療法士さんとか医師のその情報を得て、患者さんここまで動いて大丈夫だよとか、これを次はやってみようかっていうのは考えるんですけど、それを実際患者さんに動いてもらうってやっぱり最初怖いんじゃないかなとか。確かにね、腹が強いよね最初ね。初心の方とかやっぱ特に、なんかどその方のキャラクターまだわからないので、確かにそうですよね。自分をよく見せたくて頑張っちゃう方なのか、なんかそれとも消極的、本当はできるけど消極的な方なのかっていうのは、やっぱこうコミュニケーション取りながら、見定めていくというか。ああ、なるほど、はい。患者さんの性格によっても違いますよね。そうですね。全然違いますね。理学療法士さんの話ってすごく楽しそうにリハビリから帰ってくる患者さんを見ると、あなんかすごいなって、何してるんだろうって思いますね、うん、その患者さんに合った指導というか、うん、そうですね、うん、結構楽しませるとかね。そうだね、なんかリハビリって楽しいとか、はい、昨日できなかったことが今日できるようになったっていうか、うん、その体験をこう重ねていく時間なので、はい、なるほど、結構その体験をしていただけるようにやっぱ意識はしてますね。昨日よりまた違って動けるって嬉しいですもんね、うん、そうですね、そうですね、そういうことも考えて、はい、だから結構リハ室とか見ると病棟と全然空気違かったりしますよね、うんうん、あとすごい気になるのが PT さんっていやモテると思うんですよ、うん、そうでもない、うん、リアクションが、まあ、まあ人によるんですかね。そうですね、モテる人はモテるんだと思うんですけど、ちょっと僕たちは残念ながらそちら側ではなかったって違ったのかな、はい、スポーツ整形以外の時に、そのスポーツ整形にいるリハさんって大抵スポーツやってる人たちで、結構すごい人気があって、へー、転職しようかななんかでも僕の知り合いの話なんですけど、はい、整形外科勤務の PT がいて、はい、患者さんとなんかそういう関係になっちゃったらしくて、なんとでそれが本当にいけなかったのが、はい、クリニックのリハビリ室のカーテンを閉めてそこでちょっとこうイチャイチャしちゃったらしくて、なんとやるねもうそれがバレてその人は退職してそのまま結婚しましたなんか良かったよかったみたいななんだろうね、まあ、将来のパートナーを見つけたって意味では良かったのかもしれないですけどね。そうですね、やってることは絶対アウトですね確かにアウトです、モテるとかっていうのは人によりけり、そうですね、どこの職種もまあそうですよね。そうですね、なんか看護師もモテるのかなとか言われますけど、まあ、人によりけりですし、うんうんうんばあちゃんからモテる、ああそれは間違いないです、すごいアイドルみたいになるよね、うん、先生みたいな確かにすごい手触られたりこう布団も最近どうなのご飯食べてるのみたいな大丈夫です、あ大丈夫です大丈夫です、すいません熟睡たいですよね確かにすごい仲良くなりますよね。そうですね、なんか、ね、ま、なんか孫みたいに可愛がってくれるよね、うんうん、あそれはなんか嬉しいです、はい、孫と同じぐらいだからねみたいな、時には孫の顔も見せつつみたいな、そうですねそれで頑張ってくれたらね、うん、それでいいかなって感じ、ね、確かにそうですね、一つのきっかけに、うん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 、そういうところで親密さが生まれてくるんですね。そうですね、うん、看護師さん忙しいイメージがあって、 あんまりこう親密になってると他回れなくなっちゃいそうな、確かにそれはありますね。結構お話ししたくてこうベッドのそばでしてるんですけど、ナースコールが鳴るとどうしても対応しなきゃいけなかったりとか、うんうん、あと点滴の時間とか、うんうんうん、やることがこう細かく決まってて、ね、うん、なので私の場合は比較的その移動、検査への移動とかがない夜勤の時にお話しできたらなっていうのを考えてますね。医学療法士さんって一人の患者さんに担当する時間決まってますもんね。そう長いんですよね、結構長い、毎日1時間以上ね、うん、関われたりとかがあって、すごい看護師さんに羨ましいって言われたことありますね。あそれはありますね、うん、1時間も、うんうん、いろんなお話ができるよね、うん、本当に、うん、
何してるんですか、1時間。そうですね、僕の病院とかだと手術した方とか多かったので、はい、最初足ほぐしたりとか、手術したとこほぐして、その後、まあストレッチみたいにやって、はい、歩く練習とか筋トレとかやってたので、はい、結構まあそのぐらいもなかかるんですよね。そうなんですね、うん、結構リハビリにお見患者さんお見送りしていろいろやってると、あれもう戻ってきたっていうイメージが結構私の中ではあっという間だったんですけど、はいはい、あ、お時間そのぐらい経っていたんですね。そうですね。そしたらまた患者さんの知らない一面とか、うんうん、どうしたらこううまくこうモチベーションられるかなとか考える時間もありますよね。うん、そうですね、いつも理学療法士さんに教わることもたくさんあってすごい勉強になりますね。いや、それはもう僕たちも本当に同じですね。看護師さんってなんかここまで知ってるんだなとか、同じその方の経過を知ってて、血圧一つ見ただけでも大丈夫な高いパターンとこれは危険なパターンとかあるじゃないですか、うん、なんかそれをこう瞬時に判断されてるので、そうですね、リハ室で血圧下がったとかありますもんね。はい、ありますね。それで呼ばれて行ったりして、うん、で対応とかありますね。うん、確かに、うん、理学療法士で YouTuber ってなかなかいらっしゃらないですよね。少ないと思います。そんな中やろうと思ったきっかけとかあるんですか。どっからですかね。ヒッチハイクからちょっと長いかな。ヒッチハイク、ね、お二人でされてたんですか。そうなんですよ。なんか本当にたまたまなんですけど、はい、お互いこの年末年始でヒッチハイクしようって思った時期がたまたま被って、そんなことあるんですね。奇跡ね。お互い一回も行ったことなかったのです、はい、で僕がなぜかマナと誘ってみようと思って、それまでそんなに特別仲がいいとか本当になかったんですけど、ね、連絡し、合計時間で言ったら10分も話してないし、そんぐらいかな。本当全然。私もう顔は知ってる程度で。そうですね。連絡したらすぐ返事来て、行きましょうみたいな。明日だったもんね。そう。で、じゃあその どこに行くかを打ち合わせしましょうって言って、うん、まあ、飲み会を開いた時に、はい、僕その時ちょっと映像関係とか編集を勉強したかったのもあって、うん、はい、で、プラス、まあ、マナとかフリーで健康関係いろいろやってたので、うん、なんかじゃあコラボして、はい、YouTube やってみませんかみたいな、なんかそれが本当きっかけでした。そうなんですね、はい、まさかのきっかけはヒッチハイクから。そうなんです、その時は東京を出発して山口まで行って、その後香川県でうどん食べて大阪経由して静岡からこう帰ってきた。すごい、うん、日本は安全です。いやー、いい国ですね。本当に思う。いや、2人で YouTube 撮られてるのはすごい私の中で新鮮で、私いつも1人なのでお二人でやられてるのいいなと思ってて、今回初めてお会いしたんですけど、すごい2人が楽しそうで確かになんかね、楽しいからやれてるよね。いいな。でも私ももちろん1人で楽しんではいるんですけど、1人なのでこう楽しいとかこう心の中でこうなんか共有がね、なかなかできないですよね。確かにこう動画を撮影していて、はい、一人で撮ってると爆笑するタイミングとかないですもんね。そうなんです。変な人になっちゃういきなり一人で面白いこの企画みたいな大丈夫ですかね。やばいです。なので今こうやって自然に笑えることがすごく嬉しくて、ちょっと大丈夫ですか、なんか大丈夫ですか。もうこれなかなか自分の動画じゃない自然な笑い。いいですね。よくですこれからもまたコラボとか燃やしていきたいなとか考えたりなんだりしたりですね、はい、ぜひぜひまた、ぜひまた、はい、はい、またぜひお願いします。はい、します。今回はなかなか聞けない理学療法士さんのいろんなお話を聞けて楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。今回コラボさせていただいたカラーボチャンネルさんのチャンネルは下に概要欄に貼ってあるので、ぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。では今日の動画が楽しかったよっていう方はぜひグッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。します。それでは次の動画でお会いしましょう。